囚人の生徒会長新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ伝えたからね。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなのよ。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの、教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あ、あ、来た。あの子友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高牧杏さん、それから斑目の門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも帰る。鴨志田と斑目で酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとかは見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。
正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ。できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、リュウジ。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日は屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユウスケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。どうした？
お、よ、来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから、警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り、正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。絶対言うと思った。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間、過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユースケに連絡だ。囚人学園の生徒会長ですって。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？信じるも何も、あの誠がどうして揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああ、もうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょ。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。
また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何？どうせすぐに見つかるって。ちょっといいか。いや、そのさゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった、さゆり。ひょっとしたら俺はもうダメかもしれん。これでも抑えている方なんだが、実は相談がある。聞いてほしい。今すぐにだ。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、少し時間を置けば勝手に治った。だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むようだ。完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が絶たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事をはっきりさせたい性分なんだ。中途半端は許せん、罪だ。だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろ、あのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れてない。なぜだ。描き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか、率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。君はいいやつだな。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ。失礼する。またな。雨ね。Without a clue, without a sign.
without grasping it. The real question to be asked, where have I been? Nah. I'm a sharpshooter. Apples masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? Please don't take off my mask, revealing dawn. You. どうした？よし。新島君、どうなってるんだ。マフィアを名乗る輩の被害が生徒に及んでいるというじゃないか。はあ、あんな突拍子もない話冗談だと思っていたんだよ。ただの被害者ならまだしも、犯罪に関わっているという噂まで。保護者から問い合わせも来ている。一体なぜこんなことに。そう言われましても、我が校始まって以来の失態だ。公になっては経営にも影響が。これは生徒会の監督責任だよ。解決を頼んだはずだが。一応手は尽くしています。信じていいんだね。早急に何とかしてくれ、頼む。君だけが頼りなんだよ。期待を裏切らないでくれ。聞けば生徒の間でも君への不満が募っているそうじゃないか。このままでは私も君も学校に居場所がなくなるぞ。分かってます。もう少しだけ
時間をください。最近の若いやつは。でね、どうしてもお金がいるの。おいしいバイトを教えて。飯田君知ってんでしょ。バイトなら他にあんだろ。え、ああそう言われると確かに。だからそのヤバくないか。フランソワは？は？うちの猫車で事故って、それと富士の病。嘘くせえ。というより我が輩が元ネタじゃないよな。フランソワが死んだら きっと私も死ぬ。多分。やめてくれよ。それが嫌なら美味しいバイトのことを教えて。知ってんでしょ、噂になってるんだからね。噂？もしかして西山が。西山？いや。ねえ、西山って何？それは勢いで押し切ったぜ。あれ演技じゃないよな。ここは安殿に任せて、西山ってやつにも話を聞きに行こう。ねえ、っていうかなあ、ねえ、っていうかなあ、ちょっといい？何か探ってるんだろ。俺も協力するから何でも聞いてくれ。西山？飯田とよく一緒だけど。そうか、飯田のこと聞くつもりなのか。それで高巻さんが飯田に。でもごめん、今どこにいるかまでは。よく遅くまで残ってたからまだ学校にいるとは思うけど、探しに行くんだったらその間俺もいろいろ調べとく。まあ好きにやらせてみるか。西山の居所は他で聞くしかないな。学校のことに詳しそうなやついないか。もしかして
ところで。そうね、実はね、西山は僕だけど、君ってあの転校生だよね。僕に何か用？飯田って、なんで君が？まさか君が何かしてるのか。あいつ最近変だったし。分かったって言うから、暴力はやめてくれよ。放課後、渋谷に行ったらセントラル街で男に誘われたんだ。美味しいバイトがあるけどやらないかって。僕は断ったんだけど、飯田は乗り気でさ、いろいろ話を聞いたらしい。え？怖くて先に帰ったから。そこまでは聞いたのは10分で終わる、目立たないやつに向いてるって話ぐらいで。急に金遣いが荒くなって、その後様子がおかしくなった。知ってるのはそれだけ。もういいだろ。セントラル街の男か。やはり怪しいな。そいつに犯罪の片棒でも担がされたか。つまりそのバイトの内容は、何か犯罪に関係してて10分で終わる、目立たないやつが向いてる、小さな封筒を運ぶってとこか。心当たりあるか？マフィアのやってそうな犯罪だろ。気づかないですることじゃねえだろう。他に心当たりあるか？マフィアのやってそうな犯罪だろ。薬物ってやばい薬か？それの運びや。薬なら封筒に入るし、持ってるだけでアウトだな。薬の運び屋かよ。こりゃ穏やかじゃねえな。アンドノのところへ戻るぞ。飯田に直接聞いてやれ。やってらんねえ。どうだ？そういえば、バイトのこと教えて。じゃないと私のフランソワが。まだフランソワやってんのか。よし、代わってやれ。なんだよお前まで。知らないって言ってるだろ。裏を取った？嘘だ。適当なこと言っても騙されないぞ。なんだよお前まで。知らないって言ってるだろ。なんだって西山が？あの野郎、くそくそ。そこまで言うなら来いよ。ここじゃ話す気にならない。もっと人がいないとこ行くぞ。
お前まで何なんだよ、みんなのいる前で。バイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ。なんでその話あの人にしかしてないのに、よりによってお前に知られるなんて。そうだよ、おいしいバイトなんて言われて薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうん万円やるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。口座番号を教えたんだ。金はそこに振り込まれてた。それでその後すぐ脅しが始まった。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより僕にこんなこと聞いて何のつもり。バイトのことをネタにして僕にたかろうとか。冗談だよな。渡せる金なんて僕持ってないよ。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな、それじゃあ。やるか。書くか。
stories not to be told. I need that mask. そうそう。やるか。お？お？お？どうした？
蒸すぜ。あまりわかんねえな。よし、揃ったな。やっぱり昼間は高校生とか多いね。どっかで狙ってる。しかしこれだけ人が多いと少々骨が折れそうではあるな。だよな、今日で尻尾つかんでやる。昨日の打ち合わせ通り、君はセントラル街ね。そんじゃ始めるか。怪しいやつがいたら報告な。よし、予定通り行くぞ。マフィアと顔合わせかもしれん。気を引き締めていけ。こんにちは。ねえ、ブランド品とか興味ある？すぐそこで商談会やってんだけど、覗いてかない？ちょっと仕入れすぎちゃって商品残っちゃってさ、このまま引き上げると上から怒られちゃうわけよ。特別に安くしとくからさ。どう？どうする？値段次第じゃね？お、そこの君はどう？すっげえお得だよ。そっか、残念だわ。気が向いたら声かけてよ。ほんとすぐそこだからさ、ちょっと寄っていきなよ。何かのセールスらしいな。そんなの放っておけ。なるほど。
みんな自主的に動いてるな。それでこそ怪盗一味だ。我が輩たちも負けてられんぞ。まずはホームレスを見つけようぜ。よし、我が輩たちも応援に行こう。どれが当たりかわからんが、怪しいと思うところに行ってみろ。
こ。こんにちは。ボス探しの件、進んでる？ならいいけど。そこのお二人さん、暇なの？いい仕事あるんだけど。すげえ楽なやつ。俗に言う、運送業的な？探す手間が省けたな。高校生だよね。お小遣いだけじゃ足りないでしょ。運送って怖いもののとかですか？このお姉ちゃん面白いこと言うね。答えられないんですか？やっぱり怖いもの。あ？つか何なの？質問ばっかじゃね？なあ。冗談だよ。ガキ相手にマジになるかよ。つうか付き合ってらんねえし。あのお手数でしたら私から直接責任者の方に伺いましょうか。うちのボス誰だか知ってて言ってるって、なわけねえか。なんか君らめんどくせえから他当たる。じゃあね。あれ多分私たちが探してるマフィア。まだ確証はないけどね。カマかけてみたけど肝心なとこをはぐらかされたし。あ、さっきはありがとう。かばってくれたよね。私行くね。噂のボスはなかなか手強そうだな。部下の教育もしっかりしてやがる。警察にも尻尾をつかませないわけだ。にしてもお前度胸があるんだな。チンピラ相手にひるまなかったもんな。まあでも収穫はなしだったな。今日はもう切り上げようぜ。知らない番号みたいだな。もしもし。
し。新島です。新島誠、さっきはどうも。調べたの、事後報告になったけど。ごめんなさい、黙ってるの良くないと思ったから、それだけ。それじゃあ。Where have you been? 電話女からだな。声聞こえてたぜ。そうだ、昼過ぎにお前宛てに電話来てな、生徒会長って女の子、貴重品預かってくれてるんだと。囚人やお前のことをよく知ってたし、困ってる感じだったから連絡先教えといたけど。ここの住所調べてご主人から番号を聞き出したってことか。あの新島、やること徹底してるぜ。けどそうかと思えば、お前に詫びの電話入れてくるし、我が輩たちへの当たりは強いけど、悪いやつじゃないのかもな。なあ、今暇か？次は頼むぜ。なあなあ、thank you.
し。なるほど。うんうん。また会ったね。それにしてもすっきりしない天気だね。すっきりしないといえば例の怪盗騒ぎ、その後の動きがないんだ。予告状を使ってまで目立とうとする奴らならまだらめの件で終わりとは思えないよ。次に奴らが狙うとしたらどんな相手だろう。君ならどう考える？怪盗団は悪人しか狙わないか。本当にそうかな。たとえそうだとしても悪人なんて山ほどいる。なら奴らはどうやってその中から選ぶ？うん、あ、ごめん、つい考え込んでしまって。テレビであんなことを言ったから怪盗団の動きから目が離せなくてね。学校で何か噂を聞くことがあれば教えてくれると嬉しいよ。収穫なし。下手すぎる。何も進む気がしねえ。なあ、会長さんに変えてもらわね。変えてってターゲットを？俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし。
生徒のためとか言って、結局自分の内心のためなんだろ、どうせ。でもさ、そのマフィア、子供からお金巻き上げてんだよ。絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだな。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いにうってつけの標的だと思わないか。まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の情報の探り方からテコ入れしないと、これ以上進めようがねえぜ。誰なら情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？まだらめの家を張ってた女？おお、いたな。すっかり忘れてたぜ。お前、名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど、信用できんの？他に手がないからな。はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって、延長する？サービスタイム終わりだろ、出ようぜ。もったいない。とにかくあの記者からのメール待ちだな。レス来たら即連絡くれよ。おい、どうした？まこと。ねえ、thank you。
新島先輩、僕を助けてくれないんですか？秘密は守るって言うから相談したのに、噂が広まってるし、まさか先輩が漏らしたんじゃ。落ち着いて。あなたが被害を受けてるのね。例の不良にも知られちゃって、また脅されるかも。どうして僕ばっかり。もうお金なんて払えないよ。もう少しだけ待って、手がかりもつかんだから。本当なんですか？ただの点数稼ぎだとかみんな噂してますよ。そんなことない。私だって生徒を守りたいと思って。だったら早く。会長だけが頼りなんです。お願いします。さてと。ちょっといいか？聞け。賛成だ。私も乗るよ。
ちょっといいか。行くぞ。少し熱中しすぎたようだ。お前がいてよかった。感謝する。まるでテオだな。意味が通じているのか不安なんだが、今のは比喩だ。俺が言ってるのはゴッホの弟のテオだ。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の画家だが、唯一の理解者であり支援者だったのが弟のテオだ。まあ俺みたいなのに付き合ってくれるやつは珍しいからな。ところでその手のカードか。白紙のものを見るとつい何か描きたくなってしまうな。いいか。バカな。よし、なんだと。会心の敵だ。どうだ、なかなかだろ。これならスランプも。俺の絵が本物のスキルカードに。
なあ、これからも相談に乗ってくれないか。スランプを克服できればさっきみたいに、いや、もっと怪盗団に貢献できるはずだ。そうだな、怪盗らしく取引と行こうじゃないか。ああ、協力の対価を約束しよう。君の所持品からカードが複数発見された。同じ絵柄が模写されたもののようね。カードの使い道は見当つかないけど、画材に長けた者が君の近くにいた。そいつに何をさせてたの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我皇帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、期待は済んだし、今日はもう十分だ。続きは寮に戻ってから書くよ。完成したらまた連絡する。オンに切る。ニューカマー、これあの新聞記者からなんだよな。そこで今から会おうって？どうやらニューカマーって新宿にあるバーみたいだぜ。新宿で待ち合わせか。なんでそういうこと知ってんだよ。新宿は大人の歓楽街で誘惑いっぱいだぜ。気引き締めてけよ。みんなに連絡回せ。待て、まさか制服で行くつもりか？無意味に目立つのもなんだからな。着替えてった方がいいぜ。今度はお前が制服かよ。ああ、仕方ねえだろ。帰る日もなかったんだよ。つか制服だってバレねえよ。上は T シャツだし。心配すんなって。渋谷と大して変わんねえだろ。きっちり案内してやるよ。え、こっから新宿なら JL 乗るぞ。ビル出てすぐ右の改札な。さっさと行こうぜ。本当に大丈夫かよ。
おい。感じるぞ。あれ違うんじゃねえか。ちげえよ。そうか？ちょっといいかな。こんな時間に何してるの？学生？ああ、そうそう。大人だよ、大人。なんだ君、知り合いか？ん？そのズボンの柄、どっかで見たな。テレビのニュースか何かで。そうだ、セクハラ教師の事件だ。あの高校の制服。やべ、君たち高校生だね。ちょっと来なさい。あーもう、だから制服はダメだって言ったろ。うまくかわして逃げろ。いつになったら着くんだよ。今のはしょうがねえだろ。有名になった証拠だし。あの金髪の方に女難の層が出てます。いや女難じゃない。とにかく恐ろしい災難が迫ってます。よく見せてください。はあ、俺か。そうです、占った方がいいです。絶対当たりますから。またかよ。悪いな、急いでんだ。俺そういうの信じねえし。そうですか、ごめんなさい。でももしやっぱり気になるのでしたら
夜この場所にいますから。ではくれぐれもお気をつけて。あのちなみに何か。おとなしいようだな。マジでここか。ビール、ウイスキー、ワイン、夜はバータイムだってよ。やっぱ制服じゃやべえか。さっきもバレたしな。くそ、言い返せねえ。悪いけど、お前ら頼むわ。そこらで時間潰してっから。いらっしゃい。もういや、いくつ。奈良ちゃんごめん、それ私の連れ。あんたこんな子供引っ掛けて未成年に飲ませないでよ。やるか。じゃあ奥の席借りるね。ほら奥の席に行った行った。お姉さんが水をおごってあげよう。うえ、酒癖。驚いた。冗談かと思ったら本当に来たんだ。その勇気に免じて話聞いてあげる。何を知りたいわけ？なんでそんなこと知りたいわけ？まあ心当たりはあるよ。教えてあげてもいいんだけど。心の回答って知ってる？最近ちょっとした話題になってる件。廃人化事件を追ってたけど、何も情報つかめないし。ちょうど新しいネタ探してるとこなんだよ。ってことで、なんか情報持ってない？君、囚人でしょ。前に会った時制服着てたもんね。心の回答って、鴨志田事件が発端なわけじゃない？囚人の生徒なら、内部事情とか知ってんじゃね？的な。鴨志田の体罰被害がひどかった子を独占取材したいの。お互い成功法だとちょっと都合悪いみたいだし、いい子いたら紹介してくんないかな。被害に遭っていた生徒か。お、三島ってやつとかは？あいつ怪盗団の味方っぽいし。じゃあ取引成立だ。その子の連絡先後で送っといて。我が輩の起点のおかげだぞ。感謝しろよ。考えてみたら、廃人化事件も怪盗団もオカルトみたいなもんなんだし、この2つ関係してんのかも。とか都合のいい嗅覚だったりするのかな。あごめん、独り言。あ、じゃあ前払いってわけじゃないけど、金城純也。多分君が探しているのって金城だと思う。よし、気になるなら探ってみれば。後のことは私いらない。ララちゃん、グラス一つ。この子の分、新しい出会いの宿杯すっから。長居してるとめんどくさそうだな。水だけ飲んで早めに引き上げようぜ。よし。
た道を戻りゃいいのか。よし、行くぞ。なあなあ、ちなみに、おい、マジか。おい、よっしゃ。待てよ、すげえな。これで金城のパレスに入ることができても当然だぜ。意外に楽勝だったな。彼女と付き合ってるって？おいおい、勘弁してくれよ。ひどいわ。あの夜、愛してるって言ったじゃない。ねえ。なあなあ。
ってっと。昨日はよくも危うく俺だけ異世界に。何の話？なんでもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこを何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつくか。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える？金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの？なら本物の銀行とか？それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな。犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え、俺なんか言った？金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。何あれ。歩く ATM。 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。町全部ったってどっかにアジトあんだろ。探そうぜ。よし、行こうぜ。
ジョーカー。もしや、そんな、ジョーカー、これはジョーカー、ジョーカー、金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもだ。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。あの酒臭い女か。正義の証明も楽じゃねえよ。これ明日みんなに相談だな。はあ、さてと。
な。つけておこう。書くか。